はい、こんばんは、ポップです。エフェクチャンネル5月26日火曜日。続いて、新広告通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通りトルコリラ園から始めまして、メキシコペソ園、南アフリカランド園の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、まずは全体の相場感から振り返っていきましょう。いつものサイトをご覧ください。 世界のの株価のサイトでございますまずはね、昨ののニューヨークマーケットは急上ということで、ダウの方は動きがなかったという状況でございます。そしてね、大きな動きがありました東京マーケット、日経平均は前日比、プラス529円、終わり値で2万1271円ということで、2.55%の上昇ということで、爆上げという状況でございました。 えー、昨日はね、緊急事態宣言が全面的に、ね、解除されたというところを受けましてですね、これはもう海外税からも買いが入ったというところがね、えーまあ、正しい見方かなというところと、今までね、2万800円ぐらいでレジスタンスを食らっていたんですが、そちらをね、上回りますと、ストップロスをね、ショート税のストップロスを巻き込みながら大きな上昇につながったという状況でございます。 そして、ね、ダウの時間外取引では2万5000ドルを一旦はつけるという形で、ね、ダウの方も今日はは、ね、大幅なギャップアップからスタートしそうだなというところと、まあ、日経平均の、ね、時間外取引若干下げておりますがあくまでも今は調整の範囲内かなという状況でございますので、まあ、これらの、ね、爆上げの株を受けて新興国通貨も今日うは、ね、大きく動いているという状況でございますので順番に見ていきましょう、はいえー、まずは、ね、トルコリラ円でございます えー、とうとうね、動かざることを山のごとしだった、えー、トルコリラインがですね、えー、15分足1日の時間軸で、えー、大きくね、上昇したというところでございます。えー、今まではね、じりじり下げる中で、ほぼほぼね、値動きがしなかったということでね、まあ5ピプスから10ピプスぐらいしか動いていなかったトルコリラですが、今日の日経の爆上げによってですね、円安方向に傾いたというところでございます。えー、9時のところがね、まあこの辺りですので、ここからね、日経平均の上昇とともに、 15円82銭。 えー、そして、えー、調整が入るものの5番にかけてもですね引け間際に大きく上昇ということで、えー、直近の、ね、高値を更新しますとヨーロッパ時間に入ってからはさらに、えー、買いが集まりまして、えー、とうとうね15円90銭ぐらいまで上がってきたというところでね明確に移動平均線も角度をつけて上昇そしてその上側に、ね、平均足が位置するということで短期的にはね非常にいい形の上昇になっているというところでございます、えー、そしてね、えー、60分足、えー、こちら が 1>, 1週間の時間軸ですが、今までね1週間かけてじりじりと下げている相場だったところが、やっとですね高値を抜けるかどうかというね15円90銭まで戻ってきたというところでございます。 これね、1週間の時間軸なので、1週間かけてね、15円75銭と15円90銭ぐらいということでね、ほぼほぼ15ピプスぐらいね、しか動いていなかった。1日ですと、先ほどお話しました5ピプスから10ピプスというところでございましたので、今回ね、今日1日で1週間分の値動きをしたというような状況でございます。そしてね、今まで動きがなかったところが、明確にね、移動平均線が、まあ、右下,下がりでね、じりじり来ていたんですが、まあ、15円75銭を割ることなく、 上方向に行くということでね今後も16円超えが視野に入ってくるような上昇というところでございます昨日の動画解説のところでは15円50銭ぐらいまで下落しても、まあ、4時間足ベースそれか冷や足ベースでねサポートが入りやすいですよというお話をしましたがそこまでね下げることなく15円75銭で今回はね反発をしたということで少しね 力を貯めるのは1週間ではございましたが、まあ、十分に、ね、15円75銭のサポートが発揮できたからという状況でございます。少しね、60分足ベースでも分かりづらいですので、もう少し長い4時間足見ていきましょう。 はい、4時間足のところはね、まあ、こちら15円75銭でね、きっちりとサポートが入ったというところが見て取れますという形ですね。ちょうど1週間ほど前に勢いよくね、15円75銭を上抜けてからですね、それが15円90銭ぐらいでレジスタンスを食らったというところでございますが、1週間かけてね、調整をしたんですが、ここのところね、15円50銭まで前回のねレジスタンスまで落ちることなく、しっかりね、サポートが入って、狭まっていたボリ リンジャーバンドが今広がりつつある上昇ということでねこれはもう16円まで届くかなという状況でございます株式相場やね先進国通貨が若干ね調整を強いられる中こちらね新興国通貨の方は順調に伸びておりますのでやはりね主体的な資金流入ですね今まではどちらかといえばねショートの買い戻しというところも少しばかりありましたが今回はね主体的にロング勢がね買いが入ったというような形がまあこれはね個人 的ななな見解ででごござざいいいいまますすが入ってきたんじゃないかなというとうころでございますやはりね、えー、ある程度株式相場や、えー、まあ先進国の通貨でね、えー、利益を出したという投資家の方が、まあ、次はね、えー、まあやっぱり新興国だということで資金を流すケースもやはり多いという形になりますので、えー、先進国にね、えー、の後に、えー、新興国に資金が流れるというパターンで今回はえ上昇がね、えー、まあ第2弾ということで始まるんじゃないかなというところでございます。 そして、えー、4時間足よりかね、冷やしの方も今回はね、ちょっと延長して見ていきたいと思います。冷やしの方もね、えーまあ、昨日の解説では今までの、えー、右下下がりからとうとうね、右肩上がりになってきましたので、まあ、この、えー、移動平均線が15円50銭ぐらいに上がってきますので、まあ、そこまで落ちてもね、サポートが入りやすいですよというお話をしましたが、まあ、そこまでね、落ちずに、えー、移動平均線がこれからね、角度をつけて上がってくる前に、1回はね、上方向に行くというような状況でございます。 もちろんね、16円も非常にサポートが入っていましたので、一旦はレジスタンスが入る確率が高いというところでございますが、しっかりとね、15円75銭でサポートを受けましたので、そのあたりは、もしかしたらね、すんなりと16円ね、これも上方向に行く可能性が強いというところでございますので、ちょっとね、押し目がつけれなかったので、ロングをね取れなかったという投資家の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった場合はね、あくまでも突っ込んでね、ロングをする。 するという選択肢よりもまあ様子見で、ね、よろしいかなと思いますのでまあ、今ロングを持っている方はねもう少し利益確定は引っ張れるんじゃないかなという状況でございますしっかりとね移動平均線が右肩上がりと4時間足ベースでね移動平均線の上側ということで上昇トレンド、えー 始まっておりましたが、ここのところね、少し移動平均線を割り込むという形で危なかったんですけど、しっかりとね、今回移動平均線を上抜ける、そしてこれからまた移動平均線も遅れてね、右肩上がりに上がってきますので、サポートを受けながら16円を超えてくることは、ほぼほぼね、可能性は高いという形でございますので、参考にしてください。はい、以上でトルコリラインを終わりまして、続いて絶好調のね、メキシコペス円を見ていきましょう。 はいえー、メキシコペソ円も大きな上昇をしております、まあ、むしろ、ね、トルコリラ以上,な、えー、以上の上昇というところですね。 昨日のニューヨークマーケットはね、やっぱりお休みでございましたので、大きな動きはなかったというところでございますが、まずね、特筆すべき点は、今日の東京マーケットオープンですね、4.775ぐらいからね、スタートしたんですが、日経平均が爆上げするところを受けましてですね、一気に4.8円まで上昇というところでございます。一旦たまあこの昼休み中にですね、少し4.8円のこちら、調整を受けるという形になりますが、すぐさまね、 移動平均線右肩上がりに上がってきましたのでその上側で陰線から陽線に切り替わってしっかりと4.8円を超えてくるそして勢い余って、ね、4.85まで上がるというところがございました、まあ、若干ね調整をしながらも4.85一旦明確に抜けましたので、まあ、4.85ねここでつけた達成感が1回は出てくるかなという状況でございますただねもう少し伸びるかなというのが60分足をね見ていただければと思うんですがこちらが1週間の時間軸です もう、えー、移動平均線は、ねえー、ひたすら右肩上がりということで、まあ、きれいな、ね、上昇トレンドが、えー、描かれているというところでございます、えー。上昇トレンドなので、やはり移動平均線の上側で平均足のチャートが位置するというところと、移動平均線付近、えー、もしくは、ね、その上側でしっかりと、ね、サポート、陰線から陽線に切り替わるサポートが入っているということで、ねえー、少しばかり、えー、こちらは移動平均線と乖離がありますので、まあ、調整が入るかもというところでございますが、 あくまでも4.8円よりか上側、もしくは移動平均線よりか上側で、陰線から陽線に切り替わる確率が非常に高いという形でございますので、まあ、もしね追加でロングをするのであれば、まあ、もう少し待ちたいかなということでございますが、短期的にはですね短期的にはこの移動平均線よりか上側で過去にねこの陰線から陽線に切り替わるというようなところのサインが出たところでは、しっかりとロングを組んでもよろしいかなというところでございます。でも まあでもね短期目線でございますので中長期でね見る場合は4時間足まで遡っていただければと思います。はい4時間足ですと4.75ですかね。 このあたり、こちらですね、15分足で見ますと、このあたりの調整までは可能性としてはありえるというところでございます。まずは移動平均線はね、横ばいだったこのレンジ相場ですね、4.5円から4.3円という、ね、レンジ相場だったんですが、まあ、明確にね、4.5円をこちらで上抜けていきますと、まあ、一気に伸びてくる、そして4.7円も移動平均線がね、右肩上がりですので、しっかりとサポートをね、受けて、今は4.85というところまで来ているというところです。 でございますただね、4時間足、やっぱりレスイングトレードをするということであれば、4時間足ぐらいの時間軸を見ていただいた方がよろしいかなと思いますので、まあ、移動平均線ぐらいのねサポート、落ちてきてもおかしくはないかなと思いますので、まあ、中長期でね組みたいという方は60分足ではなくて、4時間足を目線として合わせていただきまして、4時間足ベースで陰線が出てきまして、それが移動平均線よりか上側、もしくは4.75ぐらいですかね。これよりか上側 側で陰線から陽線になった場合はロングが組めるかなという形になりますので、まあ、中長期でねロングが組みたいという方は4時間足を参考にしていただければという形でございます。まあ、非常にね大きく伸びてきたメキシコペソ円でございますので、まあ、次はねどこの辺までまず伸びるかというところも見ていきたいので日足の方をねご覧いただければと思います。 はい、冷やし見ますとね、えー、ほぼほぼ真空地帯、実は4.8円を超えますと、えー、真空地帯という形になっています。4.8円ね、一旦、えー、このコロナウイルスの、えー、戻り高値というところが4.8円でございましたが、今は明確に超えてますので、えー、実はね、どこまで上げるかわからないという状況でございます。えー、もしかしたらね、えー、節目の5円、5.0円、こちらまで上がる可能性もあるというところなので、まあ、中長期でね、5.0円まで狙っていきたいという方は、 お話しましまたやっぱり4時間足ですね。4時間足の、えー、陰線から陽線のサポートが、えー、移動平均線よりかは上側というところを見ていただければという形になりますし、今すでにロングを持っている方はね、4.9円を超えたところぐらいから、えー、例確定をしていただければと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上で、えー、メキシコペス園終わりまして、最後に南アフリカランド園見ていきましょう。 はいえー、南アフリカランド円も今日の日本株の爆上げに順じてで,ですね、上がってきているというところでございます。 昨日のニューヨークマーケット、こちらも急上でございましたので、6.1円を挟みながらの攻防というところでございましたが、東京マーケットね、始まるや否や6.1円付近からね、一気に6.13ぐらいですね、こちらまで上昇、そして、全場が終わったところで、休憩で、押し目をつけるんですが、上がってきた移動平均線の上側で、陰線から陽線に切り替わるということで、6.15の節目をね、破ってきたというところでございます。 まあ直近のね上値の目処が6.2円というお話をちょうど昨日したばかりなんですが、もうはや6.2円まで達してしまったというところで、ねまあ、中長期的に見たら利益確定のタイミングかもしれないという状況でございます。 60分足、1週間の時間軸をご覧いただきますと、こちらもね、5.9円から6.2円、その前がまた4時間足を見ていただきますが、5.9円から下のね、5.6円というレンジでしたので、まあ、0.3円ずつのレンジということを考えますとね、5.6円から5.9のレンジを上抜けた今ですね、0.3円足していただきますと、5.9から6.2というところで、まあ、同じ幅のね、レンジの6.2円の上昇まで今日は来たというところで、 まあ一旦ね利益確定のタイミングかなという状況でございます。 ただね、60分足ベースでは、まだまだ移動平均線が右肩上がり、角度は弱まっておりますが、右肩上がりという形になりますので、まあ、移動平均線もしくはこの6.1円ぐらいまでね、落ちたところで、今までね、6.1円2回ほどレジスタンスをちょっと食らっておりましたので、まあ、サポートが入りやすい位置でもありますので、一旦6.1円ぐらいでね、陰線から陽線のサポートが入った場合は、短期的にはデイトレベースでね、していただいてもよろしいかなというところでございます。 ただ、中長期で、ね、ポジションを取りたいという方はやはり4時間足を、ね、ご覧いただければと思いますが今、お話しした通り6.2円が直近の、ね、高値ぐらいかなと個人的には思っております。 先ほどお話しましたのが、まあ、5.6円の史上最安値から5.9円ですね、このレンジ相場が続いていた状況でございまして、まあ、5.9円も、ね、抜けるのに一苦労したんですが、これ抜けてきますとね、同じ幅の6.2円、まさか今日達成するとはというところは先ほどお話した通りですが、もう0.3円、ね、上がってしまいましたので、まあ、ここらでね、いっ 利益確定をししてもよろいいいかなというととうころでございますちょっとね移動平均線と平均足の乖離がありますのでその辺りでね利益確定してまた短期的にね6.1円ぐらいまで落ちるところがあれば先ほどの60分足と全く同じ状況でございますが6.1円ですねこちらに落ちるところがあればですねこの移動平均線のサポートも入りやすいという形なので、まあ、利益確定した後にですね6.1円ぐらいでサポートが入れば買い戻すというところで、ね、また6 6.2ぐらいいで利益確定というとうころが取れるかなと思いますこれからね積極的にロングを組む場合は、しっかりとね引きつけないと、ちょっとね今、高値圏というところもありますので、そのあたりはね注意していただければと思います。冷やしを見ていただきますと、次にね引っかかるところが見えるかなと思いますが、こちらもね6.2円、今までねサポートが入っていたラインがこの6.2円のところで、 ここ結構サポートが入っておりましたので、えー、このあたりのロン側の方々が6.2円付近になりますと、えー、売りを入れてくるという形になりますので、やはりねそういった冷やしベースを見ても、6.2円、こちらはね売りが出やすいところかなと思いますので、一旦は利益確定というところがよろしいかもしれません。 はいえー、ただね、えー、やっぱりこれをね、ショートを組む方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、まあ、レンジ相場ね、えー、4時間足ベースでね、この6.1円と6.2円、もしくは6.0円から6.2円ぐらいのねレンジで、えー、力を貯めていた場合ですね、6.2円の方にショートが貯まりますので、そうなった時にはね、6.2円を明確に上抜けた時には、一気に弾けるケースもありますので、お、まあ、いおい、今すぐではございませんが、しっかりとね、6.1円、もしくは6.0円との 間でね、レンジを築くところがあればですね、上抜けのところも狙っていきたいポイントとなりますので、えー、そのあたりはね、えー、おいおい戦略を練って、えー、計画をね、立てていただければという状況でございますので、私の方もね、えー、そういったところがあれば、また、えー、こちらの動画の方でお話をしたいと思います。 はい。以上で、新興国通貨三兄弟の解説を終わります。今回の動画がね、少しでも参考になったという方いらっしゃれば、YouTube のね、いいねボタンを押していただきますと、私のテンションがありますので、よろしくお願いいたします。そして、Twitter の方では、先進国通貨の推奨トレードのポイントを配信しておりますので、よろしければね、Twitter のフォローの方もよろしくお願いいたします。今日は以上でございます。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。